こんにちは今回はウクライナ情勢に関して地政学という視点からちょっと見ていきたいなというふうに思います。本当はですね、まあ、日本にどういう影響が今後ねあるのかということについてお話をしようと思ったんですけども、まあ、それはまた近々お話しするとしてこれもねとても重要な話だと思うので地政学的に見て今回の出来事というのをねどういうふうに捉えることができるのかですよね。 でまず初めにジョン・ンマッキンダーといいう、ね、人がいましたイギリス人ですけどももともと地理学者であり政治家の方はです、ね、でこのジョン・マッキンダーさんは地政学の、まあ、基礎を築いた人物として非常に有名です。まあ、知性学の現代地政学の父と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどもこの人がです、ね、提唱したある理論というのがあります。それがハートランド理論っていう ものですねこのハートランド理論って何かっていうと超ざっくり言うとですねユーラシア大陸ですねすみませんちょっともう書くとこがあんまないんですけどユーラシア大陸が <laughs> すみませんもう あの絵と字が下手でで本当に申し訳ないですコメントでももうちょっと、ね、字をきれいに書けるようになったらいいですねっていう、ね、コメントをいただいたんですけどもすすまません練習しますで、えー、ユーラシア大陸があってですねロシア、ウクライナっていうのは本当、すみませんざっくりなんですけど、まあ、この真ん中になるんですよ、つまりユーラシア大陸のおへそに当たる部分がロシア、ウクライナなんですね。 でこのハートランド理論今の現代地政学の基礎となっているこのハートランド理論では何て言われているかっていうとこのユーラシア大陸のへそであるロシアとウクライナを抑えれば全世界を抑えるるこことととがでできるということですユーラシア大陸を制するものは世界を制すとでユーラシア大陸ってヨーロッパとアジアを合わせた大陸なので地球上で最も大きいんですよね。 なのでここを抑えたら当然世界を抑えることができるわけですけども何でそんなことをしたいかというとこれまでお話をしてきたディープステートだったりネオコンもしくはグローバリストもしくはその総称でもいいんですけどそのグローバリズムというのは基本的にその考え方思想として拡大拡大拡張拡張なんですよね。だからどん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 その領土まあ人物、金情報の自由な移動ができる領域を広げていくということですので当然そう考えたらですね 世界を取りたいわけですよで世界を取るためにはユーラシア大陸を抑えなければいけない。で今回のこの騒動に乗っかってやっぱりですね一気にに取りに来ていいいいいるとと、まあ、見た方がいいんじゃないかなか思いますでその背景にはやはり DS のまあ焦りグローバリスト DS 側のですね、まあ、焦りというものがあるわけですよね。というのも、まあ、トランプ大統領がまあ不正選挙で落ちてですね でここ数年で、まあ、そのコロナ禍もいろいろありましたけどもだいぶ世の中一般的にこの DS がネオコンがグローバリストが、まあ、ちょっと毎回ねそれ言うのもちょっと大変なんで総称してその人たちがやってきたことっていうのがねだいぶ明るみに出てきてるということですその情報的にも普通の一般市民の僕らにもそれが知れるところまでだいぶですね情報が拡散されていってる。 まあ手口がだいぶ分かるよよううにななってきたっていうこといこんですよねでアメリカは11月に中間選挙がありこのロシアの,このウクライナの問題に関しても、まあ、今回しくったら次はないわけですよだから何としてもロシアをプーチンを失脚させて取りたいんですよねこの地域をね。ロシアをプーチン政権を失脚させることができたら、まあ、このねユーラシア大陸のへそを取ることは非常に容易になりますので。 えそういった意味でも焦ってます。でその焦りっていうのが、えー、そういう人の経済制裁を発動するぞみたいなことをね言ったりとか、やけに煽って今回のウクライナ危機を作り出しているところにもつながってくるんじゃないかなと個人的には思ってます。そして同時に、えー、プーチン側もその挑発に安易に乗ってしまったような今ね形になってるんですよね。えー、これは、ね、いろんな意見があると思うんですけども、そういった指揮者の方の中には、専門家の方の中には、 なんで今回プーチンはその西側諸国の挑発にそんな簡単に乗ってしまったのかってそれが解せない理解できないっていう声も、ね、たくさんあるんですよ。で確かに、まあ、見ていくとちょっとね安易にプーチンは挑発に乗っているように見えてしまうしすごい自分で自分を不利な立場に追い込んでるよねと。 いうことは確かにあるんですけども、まあ、その話はまた最後にちょっとしたいと思います。でそもそも、ね、DS ディープステートネオコングローバリストとは何かということなんですけど DS とグローバリストっていうのは、まあ、これはニアリーイコールで考えていいのかなと思いますねこことここは。でネオコンに関しては、まあ、軍産複合体ですよね日本語で言うと軍産複合体というふうによく言われます。でこれははトランプ政権の時にはいなかったんですけど 主にねネオコンというものが目に見えて世の中に出てきたのはブッシュ政権の時ですねで。共和党にいた人たちなんですけどもこのネオコンというのはもともとは民主党にいた人たちなんですよ民主党にいた人たちが共和党に移ってきてブッシュ政権の時、まあ、そこでネオコンというふうに呼ばれるようになっていった。で911ってありましたよね。 911の後にイラク戦争だったりアフガン戦争を、まあ、このネオコンの人たちがですねめちゃくちゃゃく煽ったわけですねじゃあこの、ね、ネオコンの人たちって具体的に言うと誰っていうのは、まあ、これは調べていただいたらすぐに出てくるのでぜひ、まあまあ、興味ある人は見てみてください。でなんで、ね、このネオコンと、まあ、グローバリスト DS っていうのが一緒に語られることが多いかっていうと、まあ、利害関係が一致してるからなんですよね。でグローバリズムによって どどんどん,どん,どん外に拡張して拡張していっていろんな国々を民主化していくときに当然こう戦争が起きたりとか内戦が起きたりとかしますよねそうなったらやっぱり武器が売れる自分たちの,その既得権益ですよねを強化できるそれは絶好のチャンスになるので、まあ、なので利害関係が一致しているっていう意味でよく一緒に語られることが多いということです。でこのディープステートっていうのはこれもね非常に広いと思うんですけどもディープステートはグローバリストですね 非常に広いんですが、まあ、よくその国際金融資本って言われたりとか多国籍企業っていうふうに言われたりとかいろいろですね例えばマイクロソフトとか GAFA ですねグーグルアマゾンフェイスブックアップルツイッター、まあ、そういった会社だったりとか、まあ、あとはスターバックスみたいなね会社だったりあとは個人名で言ったらジョージ・ソロスジョージ・ソロスもこの DS としてよく語られている人物ですよね。 でちょっと、ね、構図的にどうなってるかっていうとこのグローバリストネオコン DS っていうのは今のこの社会構造の中においてこれまでの動画でもお話をしてきたことですけどもこのねグローバリズムにすることによって世界を階層構造にすることができるわけですよね。で下から上上に富を吸い上げる まあ僕は搾取システムっていうふうに言ってますけどもその搾取構造の上にいるので、まあ、当然いろんな力だってに、まあ、お金ももちろん一つかもしれないですけどもその権力だったり、まあ、いろんな人たちを動かすパワーだったりとかあとは既得権益というのを持ってるわけですよね。でその総称を、まあ、こういうふうに呼ぶわけですけどもその反対のポジションにいるのが、えー、プーチンとトランプ、えー、になります。でこのププーチンンとトランプみたいな人を ナショナリストというふうに呼びます。まあ、愛国主義者ですね。で、このプーチンだったり、トランプだったり、その愛国主義者とグローバリストの利害っていうのは。やはりですね、一致しないし、まあ、反対になるんですよ。まあ、このプーチンとトランプのこのナショナリストの側と。えー、グローバリストの側っていうのは。基本的に方向が反対なんですね。自分たちのその富をね。 外に放流するというよりかは自分たちの国をまずは豊かにしていく良くしていくっていうのがナショナリストの立ち位置なので当然その人物金情報の自由な移動を入れてしまうと強いところに持ってかれてしまうということが起きますこれはしょうがないですなのでそこにはその構造の中には入らずに独自でやる自分たちの国を周りにちょっと閉じてでその中で活性化まずはさせていくっていうのがナショナリストの立ち位置になります。なのでこのでこユーラシア大陸を含めて グローバリズムをもっとよりね広げていく強くしていくためにはやはりプーチンはこの DS ネオコングローバリスト側からするとものすごい邪魔な存在になるわけです。で、えー、あんまり最近ちょっとね話題に出にくいんですけど中国はどうかっていうとやっぱ基本的にナショナリストではないのかなと思います。やはり利害 で動くグローバリスト側ですよね。なので、プーチンが追い詰められたことによって、プーチンとロ中国が。果たして結託するのかどうかっていうのはね、ちょっと現時点ではわからないんですね。まあ、ただ、ロシアとしては、その西洋諸国、西側諸国に、その石油とか天然ガスとか。そういった資源ですね、を売れないというふうになったら、例えば経済制裁とか、スイフトの。からの排除によって、売れないってなったら、まあ、中国はその枠組みの外にいるので。 まあ中国に売ることはできるで中国もそれによって助かるので当然、そこでの取引はあるかもしれないですけども完全にです、ね、そのロシアの味方に中国がつくかどうかはこれは、ね、非常に疑問なんですよで。その辺に関しては今後、まあ、明るみになるのかなと思います果たして中国がどう動くのかに関してですよねロシア側につくのかでロシア側につくというのは非常に不利なんですねグローバリストの,その反対側なので非常に不利になります。 なのでそれに関しては今後、中国の動きというのはですね、まあ、追っていかなければいけないところかなと思います。で最後にプーチンですね。そのプーチンがよく言われるのは今回、なぜですね、その西側の挑発に乗ってしまったのかということがよくわからないというがよく言われているんですけども個人的にはですね、この今の世界をまあ支配しているというとね、ちょっと。 偏った見方になってしまうかもしれませんが今の世の中の構造になっているこの資本主義のシステムですね、まあ、このピラミッド構造っていうのを、まあ、壊したい人たちもいるんじゃないかなというふうに思うんですよ。でその壊したい人たちとこれを守りたい人たち、まあ、そんな単純な構図ではないかもしれないですがプーチンはそれを壊したい側なのかなというふうに思います。でまあ、そう考えるとやっぱりプーチン単独で それを判断し動いいいいてるととのはちょっと考えにくいんじゃないかなか思います。プーチンももちろん裏側にです、ね、その意見をもらう人だったりとか、まあ、一緒に、ね、その戦略を考える人たちだったりとかいるのかなというのは思うのでじゃあそれは一体誰ののっということなんですけど、まあ、その辺もまた今後です、ね、何かしら分かれば YouTube の方でもお伝えをしていきたいと思います。